ラグナロクコアレーバティン解放、エネルギーライン接続、チェンバー内正常加圧、目標座標再設定、座標高度00、目標ネオアルカディア中央、評議会本部。ネジュ、許してくれとは言わない。しかし私は誰かに支配されて死んだように生きるくらいなら、今を精一杯生き抜いて笑いながら死ぬ方を選ぶわ。しかし全ての人間がお前のような強さを持っているわけではない。綺麗事や理想だけでは何も誰も救うことはできないんだ。ゼロ、急いで。その先にクラフトの反応があるわ。了解した。ネオアルカディアの避難状況はどうなっている？今コルボーたちに頑張ってもらっているわ。でも下手ができなくて。どうした？シエル、発射されたか。シエル、応答しろ。繋がらないか。地上はどうなっている？クラフト、ゼロ、何をしに来た？これ以上ラグナロクは撃たせん。お前たちはバイルを倒すのが目的だったんだろう。今ラグナロクが2発目のチャージを開始した。これで世界は、人間たちは変われるはずだ。こんなやり方をネージュが望んでいたと思ってるのか。分かっている。俺のやっていることはバイルと何ら変わらんと。だが俺はイレギュラーと呼ばれようと構わない。誰かが道を誤った人間たちを裁かねばならないんだ。伝説の破壊神ゼロ、お前にそれができないのなら俺がやってやる。たとえ道を誤ろうとも、どんなに時間がかかろうとも、人間はそれを正すことができるはずだ。その可能性すら摘み取るというのなら、クラフト、俺はお前を斬る。そうやって全てを背負うのか。人間が100年間積み上げた過ちを清算し終えるまでお前は戦い続けるというのか。それが友と X との約束だ。死ぬかならばもう何も言うまい。さあ始めるか。